モラーヌ・ソルニエール捕獲されて、ドイツ軍のマークをつけた、モラーヌ・ソルニエールモラーヌ・ソルニエールは、第一次世界大戦当時のフランスのパラソル、翼飛行機。本機は、プロペラ回転面を通して、銃弾を射撃できるように中心線に固定銃を装備されたことで、戦闘機の思想を生んだ。単座、または複座であり、機関銃一丁を前方に向けて装備した。 この装備方法には、銃の前方に位置するプロペラに、くさび型の装甲を施して防護することで、プロペラ回転面を通して、銃弾を発射できるという特色があった。第一次世界大戦の勃発に伴い、フランス空軍は MS-3 の名で、多数のモラーヌ・ソルニエールの生産を命じた。L の生産機数は、全体でおよそ600機に上り、 フランス空軍の他に、イギリス陸軍航空隊、同海軍航空隊、ロシア帝国軍航空隊でも使用された。1914年12月、フランス空軍の第23飛行隊に所属していた、有名なフランスの飛行士ローラン・ギャロスは、レーモンド・ソルニエと協力して、機関銃を彼のモラーヌ・ソルニエールに取り付けることを提案した。 ソルニエは弾続ギアによる機械式同調の試験を行ったが、結局プロペラブレードを走行するという単純な解決方法に戻った。ギャロスの整備士はこれを改良して、プロペラブレードの弾道に当たる部分に弾丸を弾く、くさびを装着するようにした。ギャロスは、この L を買って1915年3月に戦闘に参加し、 4月には3機のドイツ機を撃墜するという、当時としては特筆すべき戦果を記録した。1915年4月18日、ギャロスはドイツの前線の後方に不時着し、機体を燃やす前に捕虜になった。これによりドイツも同様の戦闘機の開発に着手し、5月の終わりにはフォッカー・アインデッカーとして実現した。フォッカー・アインデッカーは、機銃… プロペラ同調システムを備えて量産された。1915年7月1日、ドイツのクルト・ビントゲンス中尉のフォッカー AM5KMG が、ルネビル上空の初めての真の戦闘機戦闘で勝利を挙げたとき、その獲物の一機は皮肉にも複雑型のモラーヌ・ソルニエールであった。ビントゲンス機は、フォッカー、ゼントラルストターン機関銃同調システムの極初機の、 試作品を装備していた。1915年におよそ50機のモラーヌ、ソルニエールが、イギリスの陸軍航空隊に供給されて、偵察任務に使用された。また、イギリス海軍航空隊でも25機を使用した。1915年6月7日、海軍航空隊第1飛行隊のレジナルド・アレクザンダー・ジョン・ウォンフォード飛行注意の操縦する機体が、 ツェッペリン LZ37 を迎撃して撃墜した。これは空中でツェッペリンを破壊した初めてのケースであり、ウォンホードはこれにより、ビクトリア十字勲章を受けた。諸言性能武装、河野義行、図解戦闘機新機変社46ページ、グリーンスワンボロ1994、P413、セット報道1978、 P258 秋元実の日本陸軍施策機体館竹縄当射2008年32.154ページ ISBN 978 4 873572338ありがとうございます